Кто сейчас из современных девушек вот на тебя производит такое особое впечатление? Ты следишь за этими фигуристками. Вот кто прям в твоем топе топ? Именно из фигуристок, я могу сказать, из фигуристов всех. Это, безусловно, там Ядзуру Ханю, это наш, как говорят, бог фигурного катания. Он японец, он столько у него было травм, и он выступал с этими травмами. ザギトワ選手がキス&クライで採点を待つとき、そばにはいつも愛するリラックマが。ザギトワ選手が大切にするぬいぐるみ、その中でもひときわ大切にしているものがある。それはある憧れの選手からもらったもの。グランプリファイナルで羽生選手がすごく大きい袋を持っていたので、一つもらえないかなとお願いしたらくれたんです。プレゼントをされたのは憧れの羽生選手。そして袋に入っていたのはプーさん。今ではザギトワ選手の大切な宝物だ。ピョンチャンオリンピックでの羽生選手についてザギトワ選手は。オリンピックの1週間前に4回転ジャンプを飛び始めたと言っていましたが、私にはどうやったらそんなことができるのか理解できないです。勝利に向けてどのような心の力と意志力を持てばいいのか、この先どうなっていくか目が離せません。チンチラと暮らしているということですけども。猫チンチラですね。チンチラっていう初めて見ましたね。月種目ですね。月種類ですね。やっぱ動物がお好きなんですかね。Да, я очень люблю животных, но вот последняя, нет, в середине которой фотография с кошкой, это не моя кошка, у нас на сборах она была, и как бы веселила тоже нас.動物好きなんですけど、ちょっと写真がですね、真ん中にある写真がうちの猫じゃなくって合宿所の猫なんですけど。そうなんですか。なるほど。こちらインスタグラムから撮らせていただきました。うちの猫はその橋隣持ってたな。それです、それです。お名前なんて言うんですか。イリスカ。イリスカ。イリスカ。一番のお友達になるんですかね。そしてタイさん、気になるのがプーさんが映ってますけど。ああ、はいはい。プーさんといえば羽生選手だけど、羽生選手のことどう思われますか。Я могу сказать, что он очень сильный человек. 彼はですね、とても強い人だと思います。はい、堀尾君、はい、とても動物がお好きなようですけれども、はい、どんなタイプの男性をボーイフレンドにしたいですか。いい質問ですよ。いい質問ですよ。15歳ですよ。Я об этом не думала, честно говоря. Это очень странный вопрос. 正直言ってあんまり考えたことないんですね、男性のこと。なんであんまりいい質問じゃない。すみませんでした。あんまりいい質問じゃない。いい質問じゃない。いい質問じゃないって言ってましたから。もう今フィギュアに集中してるわけですよね。はい。考えてないってことですね。でも周回してきてよかったですね。